仕事の合間に時間が空いたらカラオケボックスに行くっていうのを最近やってるんですけど、まあそれはその歌を歌いに行くとかいうわけではなく、その時間が最近コロナ禍に入って、前回まで声優って10時から15時まで仕事があって、次が16時から21時みたいな、もう完全にこう時間が分かれてたんですね。でもその時間が不規則になって、まあ、10時から12時まで収録したら、もう次が17時からとかっていうのがあるようになって、やっぱその時間がね、結構空いちゃうと、カフェでちょっと時間潰すのもなーとかね、いうのがあるので、まあその次の仕事のチェックとか、翌日の仕事のチェックっていうのを声を出しながらできるっていうわけで、カラオケを使うことが最近増えてきたんですけど、まあそうですね、1時間ぐらいまでだったら僕はカフェで時間を潰して、でも大体もう2時間から3時間ぐらい、次の仕事まで時間が空いたらカラオケを使って、まあ、逆にもう4時間とかそれ以降まで空いちゃったらもう一旦家に帰るみたいな、自分ルールでやらせていただいてるんですけど、まあで、最近はそのカラオケを使うっていうの時間帯になることが多くて、で、まあ毎回その決まったカラオケ屋さんに行って、炭酸水を頼んでるっていうのがやってたんですけど、まあある日はちょっと全然いつもとは違うスタジオに行ってて、で、そのいつもとは違うスタジオの近くにあるカラオケボックスで時間潰そうかなっていうことになって、まあ行ったんですけど、で、まあそれはどこのカラオケでも割と多いシステムなんですけど、カラオケの部屋料金プラス、まあドリンク、ワンドリンクオーダー制みたいなので、まあ一つドリンク頼んでくださいねみたいなやつなんですけど、で、僕は毎回それで炭酸水頼んでて、で、同じくその初めて行った、まあチェーン店ではあるんですけど、初めて行った店舗で、じゃあ炭酸水をお願いしますみたいなこと言って、わかりましたって言って。で、部屋まで通してもらって、部屋でまあ炭酸水待って、炭酸水いただいたんですよ。まあ、そしたらもうすごいアルコールの味がしたんですね。で、多分そのレモンサワーとか緑茶ハイとかそういうので、この炭酸入ってるお酒を作る時の機械がもうぐっちゃぐちゃに なってるんですよね。なんかその回路というかわかんないですけど、でも味がもう、だから炭酸水の感じはあるんだけども、もう何そのいろんなお酒がちょっとずつ混ざってるみたいな、すごい不思議で、あんまり美味しくない感じで、しかも別にすぐ仕事も数時間後あるから、いや飲めないわっていうことになって、まあ、結局、まあ炭酸水ちょっとそれは置いといて、まあ、飲まずに、過ごしてたんですけど、っていうことがあってから、まあ少し時間経って、まあ数年ぶりにカラオケ招き猫さんに行くことになりまして、で、招き猫さん、まあ以前もまあ使ってましたけども、なかなかそのスタジオの近くにあるっていうのはあんまりなかったので、あんま行かなかったんですけど、で、たまたま行く時間があったんで行って、で、通されたらですね、まあそこはドリンクバー制なんですよ。まあ全店そうかわかんないですけど、僕が行ったところはドリンクバー制で、まあ普通のドリンクバーかアルコール類のドリンクバーかどっちか選べて、まあ僕は普通のドリンクバー頼んで、で、部屋に何号室ですって言って、行く前にじゃあドリンクバーで一杯何か頼もうかなみたいな、まあ炭酸水が本当はいいけどなかなかないだろうなって思って、そのドリンクバー行ったら、もう炭酸水ってボタンがあって、で、その隣にミネラルウォーターってボタンがあって、僕はすごく感動したっていう話です。小林千秋のブルーモノローグ。いやね、まあ一定数やっぱりいるわけですよ。このあんまり味のついてないものが好きっていう方とか、もしくはその僕みたいにその砂糖とか、それなるべく糖質とかを控えて何にも入ってないやつがいいよというね、方がいるわけで、やっぱりね、炭酸水とかミネラルウォーターが、それはいいんですよ。値段はその他のメロンソーダとかレモンスカッシュとかと同じで、それでもやっぱそれをちゃんと頼めるようにな、ね、店舗があると、もうその層はすごく喜びますよっていうことはね、このブルログを聞いているカラオケ経営者リスナーの方々に伝えたいなと思います。いますかね。
カラオケで働いてるよって方はね、バイトしてるよって方はね、ちょっと店長とか偉い方にちょっとメッセージを送ってみてください。でも本当に招き猫さんはね、まあ、その感動してミネラルウォーターとかで感動したし、あとなんならその部屋に行ってその飲み物を頼めるパネルとかでも、もうミネラルウォーターでもう色はすがそのまま書いてあるやつを頼めたりとか、もうペットボトルごとですよとかね、すごいんですよねサービスも。ですごい綺麗だし、トイレとかも。いや招き猫さん、ちょっと僕の中のカラオケランキングだいぶ上位に食い込みましたね。ありがとうございます。いつもお世話になっています。というわけで、実況や感想はハッシュタグブルログをつけてツイートしてください。それでは小林千明のブルーモノローグ、最後までよろしくお願いします。小林千明のブルーモノローグ。改めましてこんばんは、小林千明です。なんと5月13日は映画のトップガンの日だったらしくてですね、まあ、1986年5月16日が本当は公開日はそこなんですよね、3日後のなんですけど、毎年この日に記念イベントが開かれていたので、その準備期間からもう3日前から盛り上げちゃおうよというね、まあ、現地アメリカですかねの、まあこの根強いトップガンファンの人たちが頑張ったおかげで、なぜか5月13日がトップガンの日になってしまうっていうね、公開日の3日前からも盛り上げていく、まあ、前夜前夜前夜祭みたいな感じでねやっていくっていう、イブイブイブですね。なるほど。まあ、トップガン自体は僕は見たことはありますし、まあ、トム・クルーズっていう俳優はねすごい好きな俳優ですし、まあ、あとはトップガンのねテーマソングとか多分ね皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあぐらい、まあすごく有名な作品ですけど、まあ、僕自身はねやっぱりまだちょっとそのトップガンの、まあ面白いは面白いんですけど、やっぱね1986年のこのちょっと、まあ、飛行機っていうか、なんていうんですか、あのレース用の、あの飛行機みたいな、あれのね疾走感とかももちろんその当時の技術で言えばすごいんですけど、やっぱりこのね、まあ、僕が見たのですら何十年も前ですけど、その時点でもやっぱそのすごい CG 技術とか発達してたので、まあ、見比べてしまうとそのね臨場感とかがちょっと弱いかなってね思ってしまうので、それやっぱりその見た時の時代とか、そういうので全然変わってくるんだろうなと思うので、まあ、その当時に見た人からとってはすごく熱狂的な作品でしょうし、またその結構その女性のねヒロインの名前忘れちゃったけどとのねこのラブコメ的な部分が好きっていうね、人間ドラマの部分が好きっていう方ももちろんいると思うので、まあ、一概にはどうっていうのは分かんないですけど、僕自身ではまあそんなには刺さらなかった映画っていうのが正直なところなんですけど、まあ、皆さんはどうだったのかなっていうところでも、まあこういう意見のね交わし合いとかも英語に対するもしていきたらなと思うので、まあいつかまたあの千秋の空き地とか、まあコーナーを切り抜いて、まあ映画界とかねできたらいいなと思っております。というわけで、メールの方を読んでいきたいと思います。ラジオネーム羊さんからいただきました。ありがとうございます。千秋さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。千秋さんが出演されている友達ゲームが現在放送されていますね。そうなんですよ、ついに読めましたね。そう、あのね4月上旬から始まってたんですけど、なかなかこの収録日と、あとはまあシンマくんがゲストに来てくれたりとか、まあそのいろんなことが重なり、なかなかねこの出演作のメールっていうものも読めずにいたんですけど、ようやく触れますね。僕が演じる主人公の片桐雄一は真面目で優しい子なのかなと思いましたが、だんだんそれとは正反対の顔が見えて、雄一の二面性で風邪をひきそうになります。そんなに食らってるな雄一の二面性に、体調にまで来てるやん。千秋さんが声を吹き込んでくれているおかげで、雄一がすごく生き生きして見えました。また男性キャラももちろん女性キャラもとっても魅力的で、私は友達ゲーム運営側の水瀬マリアちゃんが非常に気になっています。わかる。不思議ちゃんのようなふわふわ感がありつつ元気でお茶目ですし、アニメだと上田玲奈さんの声も相まって可愛さが増し増しです。千秋さんは友達ゲームで好きなキャラクターはいますか？最近寒暖差が激しいので体調にお気をつけてください。ありがとうございます。羊さんもお気をつけて。まあ、そうですね、友達ゲーム、まあ、放送されていますけれども、まあ、僕はね片桐雄一役で出演していて、まあ、本当に、まあ、友達5人で、あの、まあ、いろんなゲームをクリアしていくよっていう、まあ、スリリングな、まあ、作品なんですけれども、まあ、僕が好きなキャラクターは、まあ、女性でいうと僕もね水瀬マリア
が結構好きで、ちょっとねこの運営サイドっていうこの友達ゲーム参加してる側とはまた別の、まあ言ったら敵ですよね、敵側のキャラクターなんですけど、まあいつもなんかねちょっと小悪魔的な表情を見せてくれつつ、ちょっとさどっけがあるというかね、そういうのもありつつも、でもね結構空回りしたりね、いじられキャラみたいな愛される部分もあって、まあ魅力的なキャラクターだなって思いますし、男性キャラだとやっぱ僕はミカサ天智っていうキャラクターがまあ好きで、まあどうですかね、まだその最新話とかまで見てない方からするとねネタバレになっちゃうので多くは言えませんけど、まあ天智はね結構もうまっすぐなやつなので、まあちょっと下水こともすることもありつつも、でもそういうのも全部含めて愛くるしいっていうのもあるし、やっぱりその雄一を演じてる身としてはね、まあ、結構大胆なシーンとかがあるので、まあ、そういった部分とかも含めてちょっと天智のあのまっすぐさっていうのはねだいぶ好きですね。まあ、浜野さんのね演じるアニメ版だと、まあ、天智もすごく声がね魅力的ですし、お芝居も好きだなっていう感じですが、まあ、皆さんもぜひお時間がありましたら友達ゲーム見てみてください。ありがとうございます。続きましてラジオネームフランダーさんからいただきました。ありがとうございます。千秋くんこんばんは。こんばんは。いつもブルログの放送でたくさん笑って1週間乗り切っています。ありがとうございます。この30分で笑ったものを1週間の糧にしているというわけで助かりますね。早速ですがアニメクールドジ男子市倉隼人役おめでとうございます。ありがとうございます。私はクールドジ男子の原作がもともと大好きで隼人くん推しだったので、テレビアニメ化でしかも隼人くん役が千秋くんと聞いて急いで PV をチェックしました。隼人くんが動いて喋ってる姿が原作の世界観そのままですごく素敵で嬉しくて泣きそうになりました。大変だな、笑ったり泣けたり、僕でたくさん感情を揺さぶってくれてるんやな。メインの4人みんながタイプと違うクールだけどドジな男子というかっこよくて可愛くてほんわか癒される作品をアニメで見られるのが本当に待ち遠しいです。隼人くんのクールドジな姿をアニメでも堪能したいと思います。これからも千秋くんのご活躍とブルログの放送楽しみにしております。ありがとうございます。まあそうですね、まあPV も発表されて、あのまあアニメ化発表されて、まあ、このクールドジ男子という作品で僕は市倉隼人役で出るんですけど、まあ、これもオーディション自体はだいぶ前なので、もういつやったかなっていうのも思い出せないぐらいなんですけど、まあようやくこれそれを皆さんの元にまあお届けできたというか、やるよっていうのをお見せできたので、もう早くその本編の方も見ていただきたいですし、まあ本当にねすごく、まあ原作の絵もすごく素敵なんですけど、アニメもそれになんか負けず劣らずというか、まあ相乗効果ですごくいいというか、もう全然もうそのまま原作が動いてるような感覚を味わえるような原作リスペクトの思いとアニメならではの表現っていうのをね存分に詰め込んでいますので、まあ物語のジャンルとしては一応に日常系なんですけれどもね、本当にこのキャラクターたちがあのいろんな表情を見せてくれて、まあ、成長とかもね垣間見える瞬間だとなんか親心になれるような気持ちも味わえたりとね、いろんな感情本当にフランダーさんじゃないですけど、引き立たせてもらえるので本当に面白い作品となっています。結構ねキャスト感もクールな方が多くて、まあ4人いるんですけど、僕とあの梅原雄一郎さんと内山聖輝さんとあと千葉翔也の4人なんですけど、まあ、千葉賞だけちょっとふわふわしてますけど、それでも千葉賞もずっと現場で言ってました。なんか俺だけクールじゃないんだけどっていや、まあそれが可愛いっていうかね、いいんですけど、まあ別に僕もクールじゃないですけど、でもやっぱね内山さんとね梅原さんは鬼クールなのでね、スーンってしてますけど、結構ね休憩時間とかねいろんな話したりとかね盛り上がった話とかあるし、またちょっとまだ話せないんだけどね、このクールドジ男子に関する、あこう来るんだっていうね、ちょっと多分ファンの方だったら嬉しいような感じのこともどんどんあると思うので、ちょっとねあの続報とかを楽しみにいただけたらなと思います。結構でもあの共演した方とかでもあのクールドジ男子告知なんかすごい盛り上がってたねとか言っていただける機会が多かったので、本当僕自身も嬉しい限りです。ぜひお楽しみにしてください。では続きまして昼寝さんから、こちら
読んでいきたいと思います。いただきましてありがとうございます。千秋くん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールします。お、初めてですね。ありがとうございます。以前から千秋くんの名前を見かけて作品はチェックしていたものの、いかんせん素敵な声だなという入り口だったもので、もし声のイメージと違う人だったらどうしようという大変失礼な不安から、なかなか千秋くんご自身に踏み込むことができずにいたのですが、この春仕事の繁忙期が落ち着いたこともあって、何か新しい習慣をスタートさせたいなと思い、ブルログを聞き始めました。アーカイブのおかげで第1回から聞けてとっても助かりました。アーカイブはね、そう、1回から聞けるので、まだまだ聞いたことない方はぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、ひるねさん。ラジオを聞くこと自体何年かぶりでしたが、千秋くんの落ち着いたトーンでいろんな楽しいお話が聞けて、聞き始めてよかったなと思っています。千秋くんのお話もそうですが、リスナーさんたちのお便りとそれに対する千秋くんのお話を聞くと、私も元気をもらえる感じがして、ラジオってやっぱりいいなって改めて思いました。いや、嬉しいですね。割と適当な受け答えすることもザラですけど、はい。素敵な習慣ができました、ありがとうございますと。これからも楽しい時間を長く共有していけたら嬉しいです。なかなかと失礼しました。これからも応援しておりますと、丁寧なメールいただきました、ありがとうございます。まあ、そうですね、まあアーカイブもあるのでね、たまにだからいただけますよね。ちょっと今更ですが、1話から1話というか第1回から聞けましたと、アーカイブからとかね。でも追いつけるのがだからね、すごいですよ。なかなかのボリューミーな、海外ドラマだったらもうシーズン3ぐらいまでやってますからそれをね、見事に聞いてくれてるっていうのはね、ありがたいことですね。まあでも気持ちはすごくわかります。この勝手なイメージを持ちつつも、そのイメージと違ったらちょっとショックだなって思っちゃうことはすごくわかるので、全然失礼なこととは思わずにいてくれて、いてくれればいいですし、まあ、それでね、僕のラジオも聞き続けてくれるっていうことで、すごく嬉しい気持ちでいっぱいなので、ひるねさん、これからもちょっと聞き続けていただけると嬉しいですし、メールなんかもね、本当にまあ適当に送っていただきつつ、一応ね、このまあ聞いてくれてれば分かると思うんですけど、この番組のね、コーナーじゃない、番組の終わりにはね、毎回最後の挨拶っていうね、一番適当なコーナーがあるので、まあ、そこに送って来ていただければね、まあ、さらりと読めるかもしれないので、どしどしメールの方もよろしくお願いします。でも無理強いはしません。ということで、不祥がここまでとなります。皆さん、たくさんのメールありがとうございました。小林千秋のブルーモノローグ。さて、ここからはこちらのコーナーをお送りします。名言コレクション。こちらのコーナーはリスナーの皆さんから名言っぽいフレーズを募集して、寄せられた名言の一部を番組が虫食いにして、どんな名言なのかを考えていくというコーナーです。というわけで、まあ、一応新コーナーというわけで、まあ、4月頭とかかなから募集していて、やるよって言ってたんですけど、まあ、気づけば5月。まあ、いろんなことが重なりまして、まあ、今日に至るんですけれども、まあ、メールもね、結構溜まってきたよというわけで、本当に送ってきてくれた皆さん、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、ものは試しというか、まあ、1回目のこのコーナーなので、試験的にじゃないですけど、やっていきたいなと思います。では1つ目お願いします。ラジオネーム雪だるまさんからいただきました。他人がほにゃららされていたら自分のことだと思いなさい。他人がほにゃららされていたら自分のことだと思いなさい。なるほど、まあ、これはでもシンプルなんですか。他人がバカにされていたら自分のことだと思いなさい。まあ、バカにされていたら、まあ、注意されていたら、おークリティカルヒットか。まあそうですよね、やっぱ、まあ、バカにされていたら、いや、お前ってほんと足くせえなとか悪口か。いや、お前またテストそれケアレスミスしてんじゃん、同じミスしてんじゃんみたいなとかを言われた時に、え、私もしてるかもとかね、自分を鑑みること大事ですから。はい、というわけで、じゃあラジオネーム雪だるまさんからいただいた、他人が丸々されていたら自分のことだと思います。これを僕が考えると、他人が悪口を言われていたら自分のことだと思いなさいです。悪口に変えました。正解は、お、
他人が注意されていた自分の子だと思います。あー変えなくてよかったし、ほっちょろっと言ったやつが正解だったのね。まあでもこれ正解当てるコーナーじゃないですからそうなんですよ皆さん、はい、一緒にね考えていきつつ自分なりの答えを出せばいいだけですからね。そこら辺はちょっと難しいですけど。あちなみにこの雪だるまさんの、補足ですね、他人が注意されていたら自分のことだと思いなさい。幼い頃通っていたクラシックバレエ教室の先生の言葉です。誰かが注意アドバイスされていても他人事だと思っていては成長はない。何事も吸収していきなさいということを伝えたかったのだと今は思います。これはバレエだけではなく生きていく上で大切な言葉だと思います。そうですね、まあ、ニュアンス的にはでも一緒ですよね。まあ、注意とか、まあ、ちょっと悪口言われた時とかは、まあ、悪口はね全然その自分の身に合ってないことだったら、うん、いや知らんがなと思えばいいですけど、うん、注意とかはね結構、うん、まあ、これはでも声優業界もそうですね。やっぱりそこをちょっとこうしてほしいんだよとか、そこちょっと甘いなって言われると、あこれ俺もちょっと言えるか不安だなとか、俺だったらこうするべきだったかなとか、いろいろ考えることがあるので、まあ、これはまさにバレエだけにはとどまらない言葉だったなと思います。ありがとうございます。では続きましてモナナさんからいただきました。人がほにゃららするには2ヶ月かかる。人がほにゃららするには2ヶ月かかる、まあ、これ普通に考えれば習慣化みたいなね、そういうのに当てはまりそうですけど、まあ人が何々するにはですもんね。あ人がその環境下になれる、あでもするにはにつまらない、人がマッチョにするには、するにはがちょっとねやっぱね習慣化に落ち着いちゃいますかね。うーん、するにはになるとね、どうですかね。ちょっとモナナさんのこの人がほにゃららするには2ヶ月かかる、じゃあ僕が考えるとこちらです。人が習慣化するには2ヶ月かかる、うんね、まあ、これはそうですね。やっぱりもうまあ僕はマッチョにって言いましたけど、ちょっと、まあ、筋トレもそうだし、早寝早起きとか、まあ、食事制限とかね、そういったところも兼ねて、まあ、習慣化っていうのは大事なのかな。おこれは来ちゃったか。人が習慣化するには2ヶ月かかるが正解でした。これは私が YouTube の動画を見てた時に知った言葉です。2ヶ月やってみたらどんなに嫌なことでも習慣化されてできるようになると聞いて、なるほどなと思い、興味本位で英単語の勉強を1日10単語ずつやるようにしました。偉いですね。2月から始めたことなのでもう2ヶ月以上経ったのですが、今でもその習慣は続いていて、大嫌いだったはずの英語の長文も読めるようになってきました。おお素晴らしいですね。筋トレなど嫌なことを続けてみたいと思った時はぜひこの言葉を思い出して頑張ってみてくださいというねメールいただきました。ありがとうございます。まあ、まさに、まあ、さっき僕がちょっと説明しちゃいましたけど、本当にね、まあ、習慣がしていれば、まあ、なかなか苦手なこととか早寝早起きとかもね、まあ、できるようになるよという期間が逆に言えば、まあ、60日ぐらいかかっちゃうよっていうことなんですけど、この60日頑張ればいけるよと、まあ、なかなかね三日坊主好きの僕としては2ヶ月続くのが難しいし、まあ、一時期やっぱ2ヶ月続いた上でやめたことありますから、うん、習慣化させるんやっていうのを目標に頑張ってたら2ヶ月ぴったりでやめましたね、はい、っていうこともありますので、皆さんあのこの習慣化の意味を履き違えることなくやるのが大切ですね、モナナさんのようにね。はい、というわけでもう一ついきますかね。ラジオネームウルカシスさんからいただきましてね、ウルガモスのなんか親戚ですかね、ありがとうございます。好きなもの頼んでいいよ、お腹いっぱいになったらほにゃららるから。好きなもの頼んでいいよ、お腹いっぱいになったらほにゃららるから。好きなもの頼んでいいよっていう優しい言葉も、おごってる側の立場ですもんね。お腹いっぱいになったら何、持ち帰ってやるからみたいな、そんな怖い感じですか。お腹いっぱいになったらお前もう動けないよな、そしたら俺が持ち帰るぜみたいなことですか余った料理じゃなくて、いやお前のことをなっていうことですお前お腹いっぱいになるまで頼んでいいぜ、そしたらお前が動けなくなった時俺が持ち帰ってやるからなっていう言葉じゃなくて、
まあお腹いっぱいになったら幸せになるからとかがまあ無難なのかなと思いますけど、まあ、やっぱりねそのお腹が空いてる時ってねなかなかまあイライラしたりとか、考えがまとまらないとかいろんな弊害がありますけど、やっぱり人ってねお腹がいっぱいになるとすごく幸せな気分で満たされるので、そっちかなと思いますね。まあなので、こちら僕が考えると、好きなものを頼んでいいよ、お腹いっぱいになったらお前を持ち帰ってやるからです。あえてね、あ、正解は好きなもの頼んでいいよ、お腹いっぱいになったら俺が全部食べるから、まあ、似たような意味じゃないんですかこれ。違うわって。ラジオネームウルカシスさんですね。僕が友達と焼肉の食べ放題に行った時に友達が放ったかっこいい言葉です。好きなもの頼んでいいよ、お腹いっぱいになったら全部、あ、俺が全部食べるから。あ、確かにこれ男気を感じますね。かっでもこう奢ってくれるって考えたらまあかっこいいですけど、好きなもの頼んでいいよっていうのはね、お腹いっぱいになったら俺が全部食べるから、まあだから食いしん坊でもありつつ、まあ相手に対してまあ好きなものを好きなだけ頼みなっていう、結構その食偏ってるっていうかの人はね、そのいろんなものを頼んで一個ずつ食べたいっていう派の人もいるから、その人からしたらめっちゃ助かりますよね。はい、ありがとうございます。今回はここまでとなります。というわけでこのコーナーでは皆さんの心に残る言葉をお待ちしています。番組側が虫食い形式にしますので、本当に名言とエピソードをそのまま送ってもらえれば、大丈夫です。以上、名言コレクションでした。お送りしてきました小林千秋のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先はblue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマではプレゼントをどうしてるを募集しています。番組のホームページでも紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しています。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので、何度でも楽しんじゃってください。その他詳細は番組の公式ツイッターでもお知らせしています。ぜひフォローと合わせてチェックをお願いします。では最後に僕からのお知らせです。現在放送中のテレビアニメ群青のファンファーレに牧浩太役で、同じく放送中の友達ゲームでは片桐雄一役で出演させていただいております。そして6月18日からはですね、まあ、Netflix の方でスプリガンの、主人公を見ない優役で出演させていただきます。まあ、あとは7月からはですね、この転生賢者の異世界ライフで U 字役だとか、まあ、シュートゴールトゥーザフューチャーでは辻秀人役で出演させていただきますので、まあ、これからもねいろんな作品情報、始まっていくので、ちょっとあの告知も多くなってしまうかもしれないんですが、ちょっとねチェックしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。では最後は今夜の挨拶でお別れです。ラジオネームシャルモンさんからいただきました。それではまた来週お会いしましょう。小林千秋でした。明日からダイエット頑張ればいいか。